はい、よかったです。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ご自宅時間を楽しんでいらっしゃいますでしょうか。せんちゃんは、いい加減食べ終わってください。お願いしまだ食ってんの？ もうすぐです。もうすぐです。各自マイ自己ペース、紹腹介立ですち。ね。はい。多いです。タグのですね、第1回っていうのが、先月末ですよね。ですね。リリースされ、配信リリーはスい。させていただいたんですけれどはも、い。今回それに出演している、まず出演者の、大阪の智也さん。智也さん、自己紹介お願いします。はい。はい。スタックパーティーショー大阪の智也です。スタックパーティーショー歴はもう20年ちょっとになりますかね、北村さん。ね、20周ね。年パーティーがまだ、コロナの野郎のおかげでできてないんでね。すけれども、はい。もう20年来のメンバーです。はい。はワい。クチンの副反応は大丈夫ですか？ああ、木曜日を打って、金曜日、土曜日はちょっともう寝込んでました。じゃあ、いい具合にリカバリしていただいてありがとうございそうまですす。ね。今日に、そう。は い。はい。もう一人、東京の、ひろしさんです。はい。なんでお風呂入ってるかわかりませんが。これはなるほど何？サね。ービスショットのつもり？ファンサービス？ はい。サービだスよショッね。トな感じなのかな？ヒロシさん、自己紹介を、裸じゃなくて自己紹介お願いします。しゃべって。タックパーティーショー東京のヒロシです。サッパにはお世話になちょっと音がね、途切れてるっぽい気が僕はするんだけれども。はい、同じく。途切れてます。途切れてる。なんとなく途切れてる。うん。大丈夫？まあブちょっチブと、チしてる。抑出効果かもしれませんね。ひろしさんも、東京の一期生というような形になっております。で、今回は座談会ということなので、この第1話の、冬色の空を見上げたらを見てもらって、団員同士で、ああだこうだと言ってもらおうかなと思ってるんですけれども、まずは、西のご意見番、油屋千さん。キャー！自己紹介お願いいたします。私からですか？いきなりびっくりした。食べ終わったみたいなので。はい、スタッグパーティーショー大阪の油屋千です。こんよばんろしは、くお皆願さん。いします。よろしくお願いしまお願す。いします。で、もう一人、大阪、あと二人だ。ご意見番のジョイさん。はーい、ジョイです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、大介さん。はい、どうもこんばんは、大介です。よろしくお願いします。よろしくお願いおし願いします。ます。で、一応この油屋さん、あ、センさんと、ジョイさんと大介さんはタグチームなんだよね。そうなのでで、いずすね。れ、さらされるっていう立ち位置には光栄。なるんですけれども、本当光栄。東京から参加してもらってる2人はタグチームではない2人に参加してもらいました。トはい。シさん、自己紹介お願いします。スタグパーティーショー東京の都市です。よろしくお願はいい、しよろしまくお願いしす。ます。あと、正宗さん。はい、スタックパーティーショー東京の正宗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、どうしよう。まずは、皆さん、一応、あれだよね。見たよね。見ていただきましたでしょうか。見ましたよ、それは。そうなんですけど。まだ見てまこせれんをとかはこのない場と思でい見ます。てないっていうのなかなかのもんよ。今見てもらってるお客さんも見てもらってるんですよね、この本編はね、きっと。どうでしょう。見ていただいてますか？みたいな、もう若干タイム YouTube ラのチグャットが。あるんですか？もうすでに投稿ありました？チャットは。今、若あ干タイムラグがあるので、今もう、ヒロシのお風呂のネタで何個かはい、来てるのと、ヒロキさんが頑張ってくださいって言ってる感じ。身内ヒから。ロキさんって多分これ身内のヒロキさんだと思うんですけども。はい。っていう感じですかね。なんで、はい、見てますみたいな、メッセージまだ来てない状態でございますが。見てます。来ました。桜餅こしあんさん。あ、見てます。あ、ありがあとうりごがざというごます。ざいます。ありがとうございありまがとうございます。ございます。センちゃんはなんかツイッターとかのコメントで何回か見たとか書いてませんでしたっけ？
うんうん、4回見たね。あ、5回かな、ね。5回か6回見てるかな。ねえ、うん、ありがとうございます。1回以上見たメンバーっているんですか？もう1回でいいやみたいなんで終わった人たちは何人いるんですか？そんな質問。なかなか2回見ましたね。クリスさんは2回見ていただいた。よかった、2回見といて。上位絶対1回見流しで終わりよ。絶対1回見流して終わってるよ。そうよ、1回しか見てないわよ。しかもなんかの片手間に見たんでしょ、どうせ。そうなの。そうでしょ。もうワクチン打ちながら見てたでしょ。いや、必死よ。ほんと必死。お疲れ様です。お疲れ様、何回ぐらい見てもらったんですか？3回見ました。あ、負けた。ありがとうございます。まあ、サムネさん、クローゼット半分空いてんのなんでって聞かれてますけど、大丈夫ですか？なんか見せたい欲があるんですかね。私のクローゼット見なさいみたいな。ワードローブを見たいの。見せたいの。湿度がいつも 80% あるんで、開けとかないと、なんかびしょびしょになっちゃうんです。あ、なるほど。よくわかんないですけど、はい、わかりました。うんうん、それは除湿器を買うべきではないのでしょうかね。あります。はい。賢明な、賢明ですよね。ありがとうございます。正宗さん、韓国からも見ていただいてる。ありがとう。あ、ようこそ。あ、ブラウンとございます。わかる人いますか？韓国語大丈夫ですか？あ、大輔さんが韓国語は結構ベラベラだということで。え、そうなんだ。おお。おはい。多分見てくれてる韓国の子、はい、日本語ペラペラの子だった。あ、ありがとうございます。うん、ブラウン君から。多分。ブラウンさん。うん。で、正宗さん何回ぐらい見ていただいたんですか？自分も2回ですね。なんか、この座談会、はいはい、あるんで、もう一回見直そうと思って見ました。賢い。真面目。ひろしさんとともやはそれぞれどうなの？ひろしさんどうですか？もう見たの？ちゃんと。見たよ。ひろしミュートになってるよ。ひろしミュートになってるね。しゃべる気なしやな、こいつ。しゃべる気なしだと。色担当やからね、もう。肌色だけさらしといてもらったら。立ち上がるの。立ち上がる。聞こえました、聞こえました。どうですか？何回見ましたか？え？私まだ見てないんですよ。見てないんじゃない？ね、すごいな。もうおうちで一回見たんで。あ、まあ確かにね、一緒に見ましたからね。ああ。ともやは？私2回ですよ。なるほど。じゃあちょっと2人から。こんなもんなん、みんな。もっと見てないの？ねえ、どうしてなのかな、ね。もっと見てもらっていいですよ。あの、なぜ何回も見なきゃいけないかというのは、荒探しであったりとかですね。はい、もう。で、自分ならこうするとか。あの、うん。はい。厳しい現実を見たくないのっていう。わかる。でしょ、うん、まあね。ワン。じゃあ、あの、参加の、キャストの2人ですよね。どうでしたか、はい、あの、それぞれ感想。タグっていうのは今回初めての企画なんですけど、全然こう、実際に会わないまま、ズームだけで練習をして、で本番も合わないまま、いつの間にか作品が出来上がってるっていうもん、こういうもんなんですけど、どうでしたか、やってみて。うん。だろう、時代は進みましたねっていう。テクノロジー様様ですよね。でもまずそこですよね。でもそうよ、昔なんかあのずっと受話器持っとかんとあかん、電話で練習しようと思ったらね、相手の顔も見えへんしね、ズームがあるからね、アメリカのどっかの人が作ったズームの影よ、ね、そうよね、ズーム様様ですよね、うん、素晴らしい。はい、ひろしさんはどうでしたか？いや、うん、ひろし、私言われるのままに、いや、なんであんまりちょっとそう、すごいですね。ひろしさん、あのコメント考えないと、あの何も考えてない人だってバレてしまいますよ、ひろしさん。もうちょっとこう作っておかないとキャラクターを。そうだね。そうだよ。一応ほら、あの、ひろしさん、あれですよ、あの、ロンドンのフィルムフェスティバルでノミネーションを受けたし作品の主演でしょ。おう、そうだ、素晴らしい。そうだった。あの、ちゃんと作って、
内面的なものがある。途切れ途切れよくわかんない。もう何言ってるかわかんない。もう何言ってるんだか全然わかんない。ヒロさんだけ時代に追いついてない感じですね。追いついてない感じがあるね。なんか国際電話的な。うん、撮影の時の裏話とかなんかありましたか？裏表でも別にいいんですけど。あれ止まっちゃった。いや裏か表かわかんないですけど、ほら赤組は、うん、東京での撮影と大阪での撮影に半年以上期間が空いてるわけなんですよ。ああ、そうなんですよね。そうそうそう、うん、で一旦東京が撮り終わった時点でなんだか安心してしまったので役が一回抜けましたとか確かにセリフがねちょっと怪しいところが多かったかもしれないですね、うん、はい、そして噛んだテイクを使われたっていうね、うん、うん、どこ噛んでた？噛んでた 2,3 箇所噛んでたよ。噛んでたんです。あれは全てのテイクが噛んでたのかな。噛んでたテイクの方が表情が良かったり、ああなるほどね、うん、あとはあのこうイヤホンが見えてたり、ああれ、ね、いろいろですね、あのそうそう使えないテイクがあった結果っていう感じなのですかね。反対側の耳、映ってない側の耳にワイヤレスイヤホンつけて撮影したんですよね、うん、そうそうそう、それで相手と会話をして、うん、っていうような感じでやったりし今回撮影しているのでですね、そうですね、はい。あとあの結構ナンバのコアなところで撮影ロケーションね、うん、したからね、うん、もうしょっちゅうパトカーとか救急車とかがあの行き交って、うん、今回あのコメントの中にもちょっと音質の問題をね取り上げていただいたあの観客の方もいらっしゃったんですけど、もう確かにあのかなり音加工せざるを得ないあのものになっちゃったかなっていう感じで、ちょっと音質がね、セリフの音質が悪くなっちゃったけどね。田村さん、途切れました。あ、私いいところで途切れました。あら、どこで途切れたかもう分かんないね、うん、どこで途切れたの途切れたのは僕。あ、大丈夫です。あ、すいません、うん、こっちの問題でしたね。あ、OK です。すいません。ひろしさんのところはあれご自宅なんですよね、ひろしさん。そうです、ね、自宅です。そう、あのロケ現場ひろし宅で撮らさせていただいて、うん、そうそうそう、本当にそのまんまの雰囲気のお部屋でよかったです。そうですか。はい、ひろきさんからともやさん素敵な演技でしたという。ああ、ありがとうございます。どうも。うん、湯渡り上手なひろきさん。あら、湯渡り上手なんだ。ひろきさんの演技はどうだったんですか、ジョイさん。いや、何ですか。ちょっとわからないです。ひろきさんもタグのチームでね、あのジョイさんが相手役なので、うん、そうですね。やりやすかったのか、やりにくかったのかっていうのをまた、ね、その時の回に聞きましょうかね。はい、お楽しみに。はい、じゃあ、見た人の感想を聞きたいんですけど、まずは、酷評を言っていただける方は挙手。そこ、センちゃんの役目じゃないの。もしくは、ジョイちゃんの。あ、私ね、流し見やから、ほんまにそんなに見てないわけよ。ね、ワクチン打ちながら。ここはやっぱりね、あの大阪のセンちゃんに。ジョイはね、まあね、上位は陰でしか言わないから、そういうこと。ああ、そっか。ね、また後日裏で。そうそう、東京には届いてこないのね。上位はね、そう、陰口を叩くんですよ。
あのこれ公開で私を責める回ですか。いや、陰口を叩くんだけど、でも結構本人の前でも言うから陰口じゃなくなるって。陰じゃない、ね。そう。いでも陰では5倍言ってますよ。でもそういうこと？なるほど。そう、いろいろ溜まってるものがあるんでね、また皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあ今はその5倍の濃縮還元は言わないんですか？そうですね、まあ1倍ぐらいで。あ、じゃあお願いします。嘘。ちょ、ほんま流し読み、流して見てただけやから、あんまりちゃんと見てただけよね。あ、じゃあ一回回した後にもう一回聞きましょうか。あ、そうですね、今からちょっと見ます ね。はい、本当、じゃあ今見といてもらってもいいぐらいね。今から見ますので、ね、皆さんお願いします。はい、これで視聴回数が1回増えますね。ありがとうございます。はい、ネクストお願いします。じゃあ僕から言い出すね。じゃあ、あ、お願いします、先生。はい、なんかね、まあ座長にはすぐ LINE 見て送ってたんだけど、うんうん、なんか最初なんか1回目の時、1回見た時には友也の演技ちょっと違和感を感じたのね。ほうほう。うん。うん、なんか、え、こんな演技する、こんな反応あるとかと思うんだけど、うん、2回目見たら、うん、ああ、確かに、あ、こう、あ、こう、そういう演技だなってなったりするんだけど、うんうん、それがどう影響するのかなっていうのはちょっと思うね。ああ、それはシチュエーションが分かったから、納得ができたんじゃないかな、うんうんうん、多分かもしれない。だからどうしても空間の、うん、ほら、あの違和感とかもあるかもしれない、うん、うんうん、そう、だから2回目はあ、ちゃんとだから見れば見るほど、あ、トムヤちゃんとこの反応してるなって見事だなと思うんだけど、うん、1回目はね、素直にあのちょっと違和感感じたのね、うん、それは僕の見る力がないのか、そういう撮り方なのか分かんないね、シチュエーションのせいなのか分かんないけど、だから見る人、あの一般に見てくれた人、1回しか見ない人とかもいるから、うんうんうん、その伝わり方としてどうなのかなっていうのは、うんうんうん、なるほどね、うん、これはもう何回も見てくださいということですかね。いや、だからさ、映画とかもさ、なかなかそう2回とか見る人って少ないわけじゃん。まあ確かに、もう1回見て、うん、あれちょっと違和感あるなと思っても見ないとかね、うんうんうん、それはだからどこに原因がある、自分はそこ分析できないんだけど、はいはい、うん、なるほど、うん、まあ多分違和感があって、にもう2回目見てくれないっていうことがあったとしたら、それはもう編集の私のせいでしょう。なるほどね、ありがとうございます。はい、じゃあ次はトシさん。はい、あ、僕、はい、そうですね、ほら、あの前テレフォンラインっていうのをやったじゃないですか。あ、はい、自撮りパターンですよね。そう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 、うん、あのそれ参加させてもらって、それはもう自撮りで自分で撮って、うんうん、あの何ていくかを送って編集してもらうっていうパターンで、今回あのタグという企画にちょっと参加をしてないっていうのもあって、あの実際どういう撮り方をしてるのかとか、どういうあのやり方をしてるのか全然分からずに、あのもうテレフォンラインのイメージで勝手に、はい、広志は広志で東京でこういうテイクで撮ってくれっていうのを撮って送って、うん、で智也さんは智也さんで撮って送って、うん、でだからそういう撮り方をきっとしてるんだろうなって勝手に思い込んでて、うんうん、でも出来上がったものがね、全然こうちゃんと掛け合いになってる感がすごいなと思って、なんかその辺をすごい感心しましたね。あ、隙間から襖の隙間から差し込む光の広しで、うんうん、覗き込む智也さんみたいな、うまくできてるなっていうのが一番の感想かな。まあ、演技とかね、そういったのは、うん、あの別としてこう作り方は、あ、なんか素敵だなと思いましたね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。正宗さんはなんかもう文句があるような顔になってますけど。ブスーッと聞いてたね。ブスって今聞いてた。どんどん言ってあげてくださいよ。もうこの。いいですか。はい、どうぞ。今結構こう自分たちもしてて、
お芝居バージョンの、お芝居ん、バージョンのものを見ることがあるんですけど、やっぱりそれは演じてる方がちょっと違うので、全然違った印象になってて、で、ともやさんとひろしさんがやってると、やっぱりともやさんってすごい男らしい、こう、なんだろう、演技をされてて、で、ひろしさんはなんか、存在感がすごいあるから、なんか、短い一言でも結構、なんか、想像するような感じのお芝居になってましたね。まさむさん、それはあのこの8月舞台で会いましょうで同じ演目をしている雄大とひろきをディスってるって感じですか？そうだよね。確かにその映像版と今お稽古してる冬色の空を見上げたらのチームと両方見てるんだもんね今ね。そうです。だからひろくんと雄大さん、ああそういうことね。なるほど、うん、なるほど。そうなんですよ。ちょっと比べちゃうよね。差があるっていうことを言いたかったです。そのそれぞれ同じ演目をしててもやっぱり違う良さが、ね、まあそのね、役の作り方とかね。そうです、そうです、うん、ありがとうございます。という感じでさりげに今あの正宗君が振ってくれたんですけど、今あの8月の14、15ですよねにあのやります。8月舞台で会いましょう、もうタイトルのまんまですね。あの1年数ヶ月を経てとりあえず皆さんの前であのパフォーマンスができればなということで、これとほぼとしさんが発起人みたいな感じなんですよね。そんなこと言ったっけ俺。とりあえずやりたいって言ってくれたんですよ。すげえ責任転嫁的な。いやいや、あの去年来年の夏ぐらいには何かやりたいなって北村が言うから、うん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 、まあねちょっとしたものやればいいんじゃないですか。そしたらあの夏の終わり逃避一回やってるからそれやろうよって言い出したので、うん、僕と正宗だけが被るのが嫌だったのでじゃあ他の短編でもいいから他のもやってくださいよって俺は言った気がするね。正宗、そうですね、その通り。僕ら2人だけが2人芝居で2人だけの公演だなんてとんでもねえと思ってはい、はい、誰かを巻き込みたくて。おかげで、うん、あのその時で立候補でね残りのメンバーが手を挙げてくれて、ね、じゃあタグで、やってる作品と、タグで、お蔵入りになった作品の2つを、合計だから、トシさんと正宗の作品も入れて、3作品を、うん、あの短編で上演することができるようになりましたと。なんで、このヒロシとトモヤの作品は、別のメンバーが同じ、うん、あのセリフで、シチュエーションで、舞台でやるっていうのが見ていただけるので。というのがだから今回ね、うん、あの公演見に来ていただける方はこのタグ版の冬色の空を見上げたらを見た上で、うん、今回舞台版の違うキャストを見てもらえると、うん、また絶対比べて面白いですよねきっとね、うんうん、そうですね、うん、ぜひぜひあの、まあ、コロナのねあの今のこの現状もありますのであの、うん、来ていただける方はあの本当に皆さんお気をつけて来ていただいて、うちも安全の体制でやりますのでっていう感じですかね。そうです。ありがとうございます。大輔さんどうですか、見ていただいた。はい、そうですね、なんか、まあ、全然違うタイミングで撮影してるし、うん、もちろんねあの音だけで多分やり取りして演技をされたと思うんですけど、はい、もうなんか出来上がってるのを見てたらもう本当にその場にいてるような空気感もしっかり出てるし、でなんかもう昔仲良かったこの途中であの仲良くなっていくっていう、そういうのを思い出しながら喋ってるっていう感じもすごい良かったなと思いました。であと光の当たり方なんですかね、あのひろしさんの目がキラキラしひろしさんとりあえずあのキラキラしないと怒るんですよ私を輝かせてくれとラッキラキラッキラしてましたね、うん、あの隙間の明かりはキラキラして綺麗でしたね、うん、あの2人の別々の2人を多分、うん、まあアイテムでつないだんですけど、あのおもちゃですね、はいはい、あの演出がすごい良かったなと思いました。実際あのおもちゃは2人が引っ張ってはおりませんけどね。そうですよね、はい、そこだけはすいません、あの、はい、私が自宅で引っ張っております。申し訳ございません。はい、
あと、音楽も良かったですねってコメントをいただいてるんですけれども、音楽はどうでしたか？今回、主題歌、ダブル主題歌っていう形にさせてもらったんですけれども。うん。音楽へのご感想ある方。なんだか、すごく印象的に始まるよね、なんか。うんうん。うん、で、その、大塚さんの曲から始まって。あれってピアノだけ伴奏してんのかな？大塚さんは、あ、それエンディングですよね。エンディングは、そうですね。はい。うん。なんか、すごく、なんていうの、重厚な感じがして、うんうん、いろんな楽器で演奏してるのかと思って、よく聴いたらピアノだけみたいな。うん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 、そのピアノだけなのに、すごくなんていうんでしょう。いろんな楽器で演奏してるような感じがします。まあ、ピアノはね、なんか総合楽器と呼ばれておりますから。うん。なんか今日そうお客様とそんな話してたんだけど。あ、そうなんだ。うん。なんかあれはその、ピアノを弾きながらベースの音であるとか、うん、他の音を意識して演奏してるとああいう感じになるって話をしてました。うん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 。ただ、まあ、その座長と見てたんですけど、ちょっと歌詞がその、なんていうのかな、なんて言ってるか分かんないところとかあったりするので、テロップが出たりとかするとダサいのかな、どうなんかなって、はいはい、歌詞をもっと知りたい。歌詞がね、うん、取れば、うんうん。ちょっと、為蔵さんってスタッフをしてもらってる、今も裏側でスタッフしていただいてる方と、とりあえず、もうすぐ英語の字幕はつけようかみたいな。YouTube でね、字幕を後からつけれますので、はいはい、それなりにちょっとやりたいなっていう、まあ、そこに歌詞の英語字幕もつけてもいいかもしれないですよね。うん、はい。変わりますか？ミュージシャンを語る大輔さんからも意見をもらいたいです。ミュージシャンを語る？なんか、なんだろう、それ。でしょうですね。まあ。ザ・ミュージシャンの大阪ミュージック担当、大輔さん。まあ、やっぱり声で雰囲気持っていけるのって羨ましいなっていうのは思いましたね。ああ、うん。大輔さんもこの声には特徴があるんじゃないですか。特徴、まあそうですね。ちょっと特徴的なんですけど、なんか、ほわほわっとした感じとか、うん、ちょっと夕暮れを思い出させるような感じとか、あ、そう、なるほどね。まだちょっとできてないかなというふうに思ったんで、いいなと聞いてました。大阪の西田大輔さんは、私が勝手にビタミンボイスと呼んでおります。聞けば元気になる声っていうね。ありがとうございます。はい、まだ夕暮れには達成しておりませんが、真っ昼間には達成していると思いますんで、これからも頑張ってください。そう、一応コメントでも書いたんですけど、タグ、うん、この、もともとこの企画って、主題歌の、大塚リーチさんの曲から始まったんですよ。うん、去年の、4月ぐらいかな、5月ぐらい、テレフォンラインの企画を立ち上げたときに、スタッグパーティーショーに関わってくれたいろんな人たちに、なんかオンラインでコラボしませんかみたいなのを投げさせてもらったら、大塚さんが、曲、なんかこんな歌詞があるんだけど曲作ってみましたみたいな感じで、ともちくんの歌詞に曲をつけて僕に送ってくれたんですね。うん、で、あ、これを主題歌にじゃあなんか企画考えますって考えたのがタグーだったんですよ。うん、でもそれだったらなんかこう、まあ一応ともちくんと大塚さんのタグでもよかったんですけど、もう一曲こう対になる曲が欲しいなと思って、その当時一緒に声をかけていた和成さんっていう人に、和成さんにちょっとこういう曲があるんですけど、この曲を聴いてアンサーソングでタグしてもらえませんかみたいなんでお願いして、エンディングの主題歌が出来上がったっていう感じで、これはもうそう、こっそりここでもタグをやってますみたいな感じのことを言っておきたかったないです。さあ、そろそろジョイさんが視聴1回目終わったはずなので、感想を聞かせていただいてよろしいでしょうか。ああね、ちゃんと見ました。ありがとうございます。ちゃんと見た、よかった。でもや
あるよね、座長って感じの脚本でした。これツイッターでもなんか座長北村ワールドみたいな感じで終わってたよね。同じようなコメントで。そうあ、やっぱり死んでたかと思ってね。道具屋の京子ちゃんと、あと体育の吉田先生。吉田先生は多分座長の好きやった人の名前どっかから借りてきてきたんかなと思って。一応ね、この登場人物って割とね、座長が昔好きだった男の名前を引用したりします、皆さん。ああ、そうなんだ。はい。あと、夕日がね、きれかったですね。夕日きれかった。夕日、ね、あ、夕日ね。はいはいはい。そう、あとあすこを呼ぶ声は誰だったのかしら。あ、下に車止めてるよっていうのは誰やったんかなと思って。最後出てきてたじゃないですか。最後字幕まで見てたベランダの花、あ、もういいかと思って最後まで見てあと後でもう一回見ます。3回目見ます。絶対見てないこの人いやベランダの花、あ、もういいかなと思って。ありがとうございます。今話題に出てきました、そう、タグのストーリーを通じて一人だけずっと出てくれるゲストがいるんですね。その人は何なのかっていうのがまた一つの見どころかなとは思っておりますね。その人の第2弾にも出てくるってこと？第2弾にも出てまいります。そうなんや。はい、全ての作品に共通して登場するセリフ入りで、第2弾にもセリフ入りで。楽しみ。自分の作品にそうなおったかなって今思いました。あ、ね、また絵コンテすら見てないっていうのが今ジョイさん分かったんで。見ました、絵コンテちゃんと見ました。なんか撮りながらこれはどうなってんやろう、どういう映像になるんだろうと思いながら多分やってる方がほとんどだと思うんですけど。ひろきさんの方に出てます。あら、絵コンテも見直したいと思います。よろしくお願いします。ジョイ面白いってヒロキに言われてますけどね。ヒロキも十分面白いよ。まじね、輝くところが少ないけど、あの子輝くところが少ない。同期がちょっとパワフルなやつらが多いから東京ね。あ、そうそうそう、今画面に出てるんですよね、この登場人物が。もう一人の登場人物タグなんですけど、3人目がいるよっていうのが出てます。プロの役者さんの一人ゲストでね、今回はお招きしてやっているのと、まあ、タグはこっそり、あと何だろう、なんかこっそりしてるのありましたっけ。あ、そうだ、第1話にも間違い探しみたいなのがあるんですけど、見つけられた人いました？ん？間違い探し？うん。トモヤ気づいてないの？わからん。嘘？ん？ヒロシは気づいて、見てねえんだこいつ。一回しか見てない。ヒロシも気づいてないでしょ。あれじゃない、電車。ん？引っ張り合いの時はちゃんとしたおもちゃなんだけど、崩れた時はレゴみたいなやつになってる。あ、それレゴなんです、もっともっとあれ。あれレゴなんですよ。スタッフパーティーショー随一のレゴ収集家雄大さんから借りたんです。壊しちゃって大丈夫だったの？あれ、あ、レゴだから組み立てられるんですよ。あーな、なんです。ジョイさん雑味って書かれてますよ。ありがとう。まあ、ぜひ、ね、電車のところを見ていただけると間違い探しに気づくかなというような感じで、うん、はい、ございます。あと命日でもないのに出てきた理由って本当は何なんだろうなと思いながら。あ、そうだよね、空を見つけたからって言われるけど、うん、みたいな、なんでしょうね。ね、なんかね、これからお盆にもなるし、もう一回見てほしいなと思いました。ありがとうございます。うん、うんって、トシさん。雑味な雑味なコメントに対する うんだったんですか、今の。面白いな、相変わらず。ね、本当、トシさん、好きよね、私のこと、ありがとう。大好き。面白い子、大好きだもん。はい、あと、なんかありますかね。次が、せんちゃんですよね。
はい、センちゃんと、東京のジュンのが今もう予告編は流れてますけれども、目下編集中で一応8月上旬とは予定してるんですが、中旬になる可能性もあるかなという感じで、うん、はい、SF が多いんですよね今回、うん、ちょっとサイエンスフィクション的な感じのちょっとこう物語がどうせ映像なんでっていうことが多いので、為蔵さんスタッフの為蔵さんにいろいろと甘えて今やっていただいているという感じですかね。作品も一応7つ用意してるんですけど、全部上映できるかどうかは謎のまま進んでおります。流れない可能性があるってことですか。うん、繋いでみてなんかこういまいちだなと思ったらやめようかっていうことを。いいよくらい。じゃあ第2弾もくらいになる可能性が。怖いね。怖い。2話で終わるとかもあるんですね。そうかもしれない。ちゃんと7つあるかどうか皆さん見てくださいね。そうそうそう。一応それぞれテーマカラーがねあったりするから。テーマカラーも見つけていただければ。そうなんですよね。ほんと、お蔵入りの危機を回避しながら、なんとかね、撮影終わったんですが。はい、うん。そうね、ジョイさん、頑張ってくれてましたけどね。そう、うん、まあね、いろいろあったわ。これはね、また後日の座談会。後日の中で、大輔さんもぜひね、お蔵入りじゃなかったら見ていただけると。もう、尋常ならないぐらいびしょびしょです。濡れてます。ジョーカーの大輔、濡れてます。びっちょびちょ。大輔、濡れてます。何のタイトル？なんかすごいタイトル。はい。じゃあ、なんだっけ、あと、これに、あと何なんかありますかね。最後に映像、東京、大阪、うん、公演の告知をしてくださいということなんですけれども、さっきちょっと告知をさせていただきましたが、じゃあ、としさんと正宗からお願いできますか？めちゃぶりですかね。お願いします。8月ステージで会いましょうの話ですね。はい、8月14日、15日、土日ですね。はい。いろいろ SNS 等でもう、いろいろ宣伝をしつこくさせていただいてるんですが、今回、僕と正宗が出る、夏の終わり遠い日という去年の9月にオンラインでやらせていただいたお芝居が今度はステージで装いも新たに、脚本は同じだけど演出見せ方全部違う形でまたお届けできる作品になっている中編とですね、あと冬色の空を見上げたら今日これが今この座談会 で、ね、ですね、やってるそれがショートバージョン、はい、それが雄大とひろきのコンビ で、はい、であと、君にしか聞こえないという、こちらも20分ほど。お蔵入りになったやつですね。そうなんだ。それが、はい、今お風呂に入っているひろしと、第一期生の大輔という2人のコンビで、中編一編、ショートが2作品、3作品の、ステージ公演となっております。ぜひよろしく。まだお席ございます。予防対策でね、定員よりももう半分以下に設定しておりますけれど、まだ席ございますので、ぜひ。あまり喋ると正宗の。ミステ目がちょっと面白い、ミステ目がね。そうですね。土曜日の2回目の公演が、初頭日本と、あと音楽ライブという、スタグパーティーショーに今までいろいろご協力をいただいているアーティストの皆さんの、ライブ公演みたいなセットになっておりまして、それはなんかトークショー&ライブみたいな感じになるんですよね。ね、そちらもまあ、ちょっとその回は僕と正宗の作品はないんですけどね。ぜひ全部2回見ていただければ。ね、あまり喋ると正宗さん、はい、正宗さんなんか一言言わない、ね、そうそう、ごめんね、全部言っちゃったかも。やっぱりこうコロナでなかなか生のお芝居ができない中、こう1年ちょっとぶりにこう舞台の上で皆さんとお会いできるのがすごい楽しみなので、ぜひぜひ見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
親子共演、公演みたいなもんですからね、僕と正宗コンビは。ね、年齢差が、それのどんな味わいかを見に見に来ていただけると嬉しいです。ですね。はい。はい。ステージも見たいなと、韓国のお客様が、ね。ああ、そうそう。ね、ブラウン。また行き来ができるようになれることを祈りつつ。そうそう。去年、配信はちゃんと見ていただけて。ね、見ていただいたって。すごい感想も。ありがとうございます。で、今回はステージすごく見たいけど、東京に行けないという、泣きのメッセージが来ました。いつか、近い近い。そうですね。うん。じゃあ、大阪の公演はどうですか？次、9月にあるんだよね。あ、はい。じゃあ、大輔から行きます。9月18日、19日に、スタッフパーティーショー大阪の新人2人、ゆうとくんの2人の、新人顔見せ公演みたいな形で、させていただきます。あの雲の空という作品に。イエイ。はい。はい、まあゆうとに関しては入団3年目なんですけど、まだお客さんを前に演技をしたことがないということなので、まあ、新人とギリギリ新人かなという話になっています。はい。でそこで、私、大輔も、音楽を担当させていただきますので、はい、まあ、その辺も楽しんでいただければと思っております。こちらも感染対策を十分にということで、会場のキャパシティよりも少なめの人数での受付となっています。まだ受付ってされてないです？まだスタートしてない。8月8日からですね、はいはい、予約スタートという形にもう間もなくですけれども、本当に客席数が少ない公演になっているので、はい、もしご興味のある方は大阪の方々ですね、見ていただければありがたいなと思っております。よろしくお願いします。でこちらアーカイブ放映視聴っていうのもあるみたいなので、はい、遠方の方も見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。でもう一個、次東京、東京はまあまあ、そうか、まだこれはいいのか、公開していい情報公開まだですよね。大阪もまだ次のやつはない、やめときましょうかね。ま、まだですよね。ああ、はい、OK です。失礼いたしました。一旦直近は9月の、8月の東京と9月の新人公演。影ちゃんはビジュアルすらどこにも出てないですよね。あ、そうですね、確かに。ね、どんな人かもまだ分かって、うん。かわいいよ。お披露目ができて。かわいいの。あ、そうですか。上位のタイプっていうことですね。智也くんが笑ったけど大丈夫。ね、本当にちゃんと見てください。可愛い子なんで。はい、ありがとうございます。楽しみです。はい。じゃあ引き続きよろしくお願いしますという感じで、一旦今日ね話したかったことは以上なんですけど、結局第1話は成功でしたんですかね。これ失敗でしたんですかね。皆さんどうでしたか。まあ、面白かった。面白かった。うん。うん、面白かったと思います。ありがとうございます。よかったです。うん、ひろしさんもじゃあね、頭洗ってからもう一回見てもらって家でね。いやでもいいのね、だいぶ辛いよ。なんでっていうかさ、のぼせないのあった。ずっと使ってるよね。半身浴です、きっとギャルなんで。ならいいけど。ひろしさんは本当に、ね、昔から演じるのがまだ慣れてないのか、舞台の時も客出しでいなくなるんですよ、この人。うん。だってもう恥ずかしい。恥ずかしいんだって。演じてるのを人に見られるのは。不思議でしょ。なんか今日もね、舞台の稽古の時にひろきがね、お客さんに向かって顔をなんか見せて演技するのが恥ずかしいとか、わけのわからんこと言ってたんですけど、ヒロシも実はそういうことを言ってる人なんですよ。いや、やってるときは気にならないんだけど、やり終えると、辛くなっちゃう。ああ、それはなんかちょっとそうですか。なんかそうですね。エッチした後みたいな感じですか、そういうの。なんか。まあ、そんな感じだよね。自分がもう果ててしまったら恥ずかしくなるみたいな、そういうことですかね。何の話、誰が興味あるの、これ。いや、わかんないですけど、なんか、例えようがそれしか思い浮かばなかったんで。
OK です。じゃあ他、はい、皆さん、あ、よかったですって言っていただいてる、あの、桜町さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも、じゃあ、あの、あと、これはあれよ、桜餅は甘犬よ、甘犬。あ、甘犬か。ああ。桜餅さんは、これじゃああれだ、あの、第1期生ですよ。あの、22年前に、あの、立ち上げた。はあ、すごい。出てた、これに。そう、これに出てましたね。うん、出てましたね。あの、これっていうのはすいません。冬色の空を見上げたらというのは大阪の、スタッグパーティション立ち上げ第2弾の公演になっていて、当時6人で立ち上げたメンバーの第2回目だったんですよ。だから当時は、ヒロシの役は、あれ、ヒロカズがやりまして、トモヤの役はセンちゃんがやったんですね。そうなんだ。はい、そんなあの作品、タグはもうそういう感じです。スタッグパーティーショーで昔にあった作品とか、スタッグパーティーショーでこれからやりたい作品とか、あとスタッグパーティーショーを立ち上げる前に僕が書いた脚本とか、なんかそんなものを寄せ集めた作品たちになっておりますので、スタッグパーティーショー20周年のね、記念の公演ができなかったので、はい、まあ、あ、あれ桜餅子ちゃん、第一つけですって言ってるよ。第一ちゃんじゃないの、あれ二、うん、人で見てるんだと思う。あ、二人で見てるね。うん、うん、はい。というわけで、すいません。長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、引き続き、タグと、あと、スタッグパーティション、あの、よろしくお願いします。あの、こんな感じで、梅蔵くん、いいんだろうか。これはもう、これでいいのかな。あ、ありがとうございます。アルバム1、2も毎日よく聞いてます。すごいありがたい方がいらっしゃいますね。ありがとうございます。コアなお客様。ね。ありがとうございます。他はないですか？もうお別れでよろしいですか？もうこれ感想終わりなの？でもあんまりみんなから意見出なかったような気がするけど。感想、演劇でもっと振り越すのこれ。蒸し返す？蒸し返す。もうええやろ。もうええ感じ。もうええ感じ。あの、それぞれでさ、あの、Twitter とかで やりやっといて。はい。見えるところでやりやっといて、うん、上位ね。見えるところでね。了解です。はい。ではでは、あの、引き続きスタッフパーティションよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それで終わってるんだろうか。